10月になりまして少し涼しい風も吹き始めました。私はまだ半袖なんですが、街を行く人の姿を見ますと長袖ですとか羽織物をしている方の姿も多く見られるようになりました。秋とか冬の支度ってもう始まってますか？今日からします。ちょうど今日から毛布出しました。こうして秋を感じ始める中、本格化しているのが手帳商戦です。こちらのお店では2024ダイアリーというポップも用意して、このようなキャラクターものの手帳ですとか、そしていわゆるビジネス向けですよね、こうした様々な種類の手帳が広い売り場に設けられています。10月始まりや12月始まり、来年1月始まりなど、およそ2000から3000種類の手帳が並ぶこちらの売り場。いろんな方のニーズに合わせていろんな商品が出ている状態ですね。手帳の需要っていうのは変化はあるんでしょうか？はい、ほぼ変わりなく購入していただいているので、スマートフォンに一気に切り替わってるっていうふうにはないんだと思います。むしろ両方使われている方が多いんじゃないかと思います。確かに街行く人に聞いても様々なスタイルがありました。仕事だとスマホ出しにくいので、やっぱり、あ、なるほど、どうしてもちょっとした時にパッと手帳の方がメモも取れたり、もう全部スマホですね。家族と共用、自分だけが見れる推し用みたいな変えれるんです。私もどっちかだけって時もあったんですけど、結局やっぱりどっちも書きたくなっちゃってどっちもやってます。今後振り返る時に手帳の方が振り返りやすいなっていうので、予定はスマートフォン で最後記録を手帳みたいな感じで残してます。一方、大手メーカーはこれまで定番だった形を変えています。地下鉄の路線図ですとか、この他の近郊の鉄道の路線図など、こうしたものは2024年版より一部の付録ウェブ版に移行ということで、このコードを読み取ることで見ることができるんですね。高橋書店はホームページやはがきでよく使う付録は何かを数年かけて利用者にアンケート調査。特にアドレス帳は書くことがなくなり、メモなどの使えるページを増やしてほしいとの声が多かったといいます。スマホの普及によって必要性が低くなった現実が浮き彫りとなった一方、手帳とスマホを併用して使っている人が多いことから、地下鉄路線図や時差一覧表などの付録をウェブ版に変えました。手帳の後ろについていた路線図、こうしたウェブ版に移行することで好みの大きさにアップをしたり縮めたり、こういった操作性が上がっているのもいい点ですね。はい、私も実は手帳派で、路線図はたまに時間がある時に見たこともあったので、なくなるとないで寂しいなと思うんですが、鉄道ファンの野川さんからしたら寂しいですよね。これね、ちょっとショックをね、最初は受けたんですよね。なくなっちゃうかとね、そういう方向にあるのかと。ただよく考えてみると、最後ね、VTR にもありましたように、もう東京の地下鉄路線図なんかも細かくて何書いてるか分からなかったりするじゃないですか、ちっちゃい手帳だと特に。と考えれば、ウェブに移行して自分で拡大したり縮小したりできる、これが時代に合った形なのかなとも思いましたね。はい、さあ、このテーマ取材した加藤キャスターによると、大手手帳メーカー高橋書店は付録のウェブ版への移行について、手帳はリピーター商品なのでかなり思い切った決断だったということなんです。はい、またスマホの普及による手帳の売り上げについて、これよく聞かれる質問なんだけれども、手帳の売り上げは落ちていないと。で、仕事はパソコンなどでスケジュールを管理して、プライベートは手帳という使い分けのニーズが多いほか、若い層にはいわゆる推し活を楽しむためにも手帳使われているんですよということでした。